皆さんこんにちは、近藤瑞穂です。今日は以前コメントにてリクエストをいただいていましたチャネリング法をご紹介いたします。今回はチャネリングの1回目になりますので、まずは自分自身の声を受け取るセルフチャネリングから始めたいと思います。チャネリング法は様々にありますが、この方法はかなり独創的な方法になると思いますので、楽しみにしていてくださいね。このチャンネルは皆さんが次なる次元へスムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それでは、シリウス中継、スタート。自分のことは自分が一番よく知っていると言われますが、私たちは自分がどうしたいのか、どこに向かっているのか、何をすべきなのかを本当は知っています。しかし、時として自分の心がわからなくなったり、選択に迷う時もあると思います。特に世の中も個人レベルも、大きな変革の中にある今という時の中で、新たな選択をしたり、大きな決断をしなければならない時もあると思います。この方法はそのような時に使っていただくことで、自分のあるべき方向を確認することができます。また、自分自身に問いかけて、心の声を聞くことで、自分の気持ちを確かめることもできます。例えば、本当にそれをやりたいのか、本当はどう思っているのか、愛に関してなら、本当に愛しているのか、今はどうすべきなのかなど。多くの場合、チャネリングは、高次の存在やガイド、ハイヤーセルフなどからのメッセージを、受け取るために使われることが多いですが、この方法は自分自身の心を受け取るものです。私はチャネリングを行う上で、これが一番重要であると思っています。知りたいことを外側に聞く習慣ができてしまうと、自分がどうしたいのかがわからなくなってしまうからです。まずは、自分の心を確認した上で、高次の存在からのメッセージを受け取るようにすることで、より深い気づきにつながったり、自分軸を持ちながらアドバイスを生かすことができるようになります。迷いが生じたら、まずセルフチャネリングで自分の心を確かめるようにしてみてください。それではセルフチャネリングのご説明をいたします。1番、目の前に自分の上半身が映る鏡をイメージします。鏡は好きな形で、好きな装飾のものを準備しましょう。2番、自分のハートの中心に一輪の真紅のバラがあることをイメージして、バラの花びらを一枚取り出し鏡の中に入れます。3番、鏡の中に映る自分の目を見つめながらこのように語りかけましょう。あなたは私ですか？4番、イエスなら OK です。もしノーなら、このように伝えましょう。私の中から出て行ってください。手のひらからシルバーの光を出しながら、鏡を掃除するように光を流してリセットします。
そしてバラの花びらをもう一枚取り出して鏡の中に入れ、鏡に映る自分に再度語りかけましょう。あなたは私ですか？自分であることが確認できるまでこれを繰り返します。5番。鏡の中の自分に自分の知りたいことや確認したいことを質問します。そして返ってくる言葉を感じましょう。言葉で聞こえたり、言葉として入ってこなくても心の声を感じるかもしれません。人によってはビジョンでその答えを受け取る場合もあります。6番。その答えが真実かどうかを確かめるために鏡の中の自分に尋ねます。それは真実ですか？問いかけながら鏡に映る自分のハートの中心にあるバラを確認しましょう。バラがきれいに咲いていたらそれは真実です。もしバラが枯れていたり色が黒ずんで見えるようならそれは真実ではない可能性があるので再度尋ねてみます。真実を話してください。7番。会話が終了したら鏡が光とともに消滅することをイメージして終わります。セルフチャネリング法を行うことで思考と感情が一致した行動につながり、心の迷いも人生の迷いも少なくなっていくと思います。以上です。このチャンネルのワークは全てオリジナルですが、これは特に私の気に入っている方法です。なぜかというと、鏡を使うところが少し魔術っぽいからです。魔女が鏡を使っていたように、鏡は古来から真実を映し出すために使われてきたツールでもあります。また、イメージの鏡だけでなく、実際の鏡を利用してこの方法を行うこともできます。それでは真実の自分で生きるこれからにしていきましょう。シリウス中継を終わります。